伝えください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目の年に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日御言葉新聞が来ておりますけれども、そこにあると思うのですいません、ね、その御言葉新聞にですね、いくつか載っておりましてですね、一つはですねラジオのことが出ておりまして、ラジオ放送を通して癒しの御業ということですね、オンラインで名前が出ますから M さんにしておきますけども、あの女性 M 田夫人夫人が本当にちゃんと詳しく書いてありますけれどもですね、5月12日の放送の時に癒されたんですけども、腰椎の4番目の軟骨がずれ、痛みがひどくあり腰が曲がっていたんですね。で60代の女性が完全に癒された、60代のかな、70代かもしれない、60代、はい、でそれで、この女性は医者から5番目の軟骨もずれると痛み増しくあり腰も完全に曲がってしまうと診断されていたんですけど、ラジオでそんなこと知らないで祈ったんですけども、そしたら全く痛くなくなってまっすぐになってお医者さんに言ったら、一体何をしたのって言われたっていうのをですね、載っております。ですからぜひお読みになってください。それからもう一つは岡田牧師がですね、いろんな癒しが起こったってね、岡田牧師は確かに癒しがいっぱい起こっておりますね、神様がですね、でそのことが書かれていますので、ぜひよかったらお読みになってほしいというふうに思います。それとですね、証しをしたと時間がなくなってしまいますけれども、昨日おとといと、昨日ゴスペルクラブが後藤の方に招かれていきましたので、そして昨日おとといとですね、例の高いも兼ねて行ってまいりまして、非常に粛清と今日を持ちました。祈ってくださった方々に本当に感謝をしたいというふうに思います。詳しいことはちょっと時間がありますので、今日は省かせていただきますけれども、何か神様が新しいことを始められるというふうに思うので、主に期待したいというふうに思っています。それと今日は、実はペンテコステですけれども、1988年の5月22日がペンテコステでした。でその日にから長崎教会がスタートしています。5月21日に私たちは東京で15日の話を受けて妻と共に長崎に入って、で22日に当時目玉町のお家で礼拝をしたんですね。そこからスタートして、そして11月に新街道を与えられて4つ目の街道ですけれども、で今日は25年目のスタートなんですが、先ほど明日からって言いましたけれども、吉木君はですね、井上君が明日からって言いますけど、吉木君は昨日からもう来ておられるということで、それで今日ちゃんと早朝礼拝から来られておりましたので、私は吉木君よりもお父さんが心配なんですけども素晴らしい忍さんという奥さんができたので安心だと思いますがでそういう感じですね、ちょうど彼が今日から新しくスタートしまして、そして洗礼式もあってからニューフェイスですね、長塚兄弟と山内兄弟はよく知ってると思いますけど、でも朝のこの礼拝はニューフェイスですよ ね。ですからFF ではなくてなんだっけ、ファイヤースターターでデビューしちゃいましてですね、最強では複雑な目で見ておられましたけどなんか嬉しく思います。なんかダークダックさんというと古くてもう若い人に申し訳ないですけども、でスーツを着た男性4人が賛美を一緒にやりまして、なんか本当に新しい時代が来たんだなと思ってですね、すごく嬉しく思います。ウイゴの恵みがもしかしたら今オンラインしてるかもしれませんが、もうフィジーに来まして、まだインターネットがうまくいかないのでですね、なんかインターネットカフェで英語でしか打てないということで、親ではなくて酒井牧師の方にメールを打ってきました向こうで今礼拝をしていると思いますけれども、なんかすごく新しい時代が始まってきたんだなと思います。どうぞ皆さん主に期待してください。予言でもありましたけれども、モーセの40年の時はどんなに頑張っても約束のカナンは1ミリとして与えられなかったんですけども、ヨシアの時代になったら戦いは続くけども、戦いの度ごとにカナンの占領が始まったようにですね、時というのがあります。で主の塾クリスチャンセンターという群れと長崎教会ということを考えたときに、確かに今占領の時に入ってきたことを本当に感じますね、実際的にも。ですから教会というのはいつも建物じゃありませんので、一人一人の人生や家庭の中に神様がこれから占領、約束の成就を始めると思いますので、ある方は10年、20年、30年で待っていてですね、期待しにくくなっている方もいると思いますけれども、主の問いが来ると神は働かれ始めますので、主に期待してほしいなというふうに思います。ということで、すいません、聖書の方に行きます。で、最近新しい方が来たらですね、2時間の礼拝が長いということでですね、
外国人からも日本人からも旅行者からもいろんな人から言われまして、今東京は礼拝が数が多いので1時間半から1時間20分というのがなんですね。長崎はちょっとメインサービスだけは2時間、他1時間あるんですけども長いので、ちょっと今後はですね、もう間もなくこのメインサービスが2つに分かれたら1時間半になるんですけれども、ちょっと考えないといけないと思っていますが、今日もですから少し短めにお話をしたいと思いますけれども、1章の8節のところをもう一度読みしますね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレムであとサマリアの伝道を地の果てにまで私の証人となります、と有名な御言葉なんですね。クリスチャンにとって有名な御言葉ですけれども、今日いくつかのことをお話したい。一つ目はですね、先ほど井上君がですね来た時に示された御言葉でお話しましたけど、私の賜物と証明は変わることはありませんってロマ書に書いてある御言葉です。あれはロマ書の11章のところはイスラエルの民族に対する賜物と証明は変わらないということなんですけれども、しかし同時にですね、神様は私たち一人一人の人生に計画を持ってらっしゃるし、飯というと大げさだったら神様の用意しておられる祝福があるわけですね。あるいは神様が生きてほしい輝く、本当にあなたが一番輝く人生というのがあるわけですね。それを用意されてる。で、それを用意されてるんですけども、私は結構失敗したり挫折したりするわけですね。そうするともう無理だって思ってしまうことがよくあるんですね。で、実はこの弟子たちもですね、イエス様を裏切ってしまっていますね。もう今日は時間がないので詳しくますけど、十字架の時にで、ペテロは何があっても裏切りませんって言ったのに、イエス様の、ね、あなたを裏切りましたよ、その絶対ね、他の奴は裏切ってもらう、裏切らないって言ったのに、鶏が2度泣く前に3度泣くよって言われたら、その通り女の人にですよ、仲間でしょって言われたらですね、知らないって言って、それ3回やって3回目はですね、呪いをかけて誓ったって書いてあるから、呪いをかけて誓うってのは真似しませんよ、嫌だから、ひどいこと言ったということですね。そしたら鶏が鳴いて、その後イエス様と目が合ったって書いてありますから、すみません、ルカの福音書なんですけれども書いてありますので、まあ、ものすごい落ち込んだと思うんですね。あんなにイエス様は人に従いなかった、自分はできない、ダメだってね、もう落ち込んだと思うんですね。またヨハネはですね、自分のことを主に愛された弟子って言ったんです。それぐらい自分が主に愛されたってことを確信してたんです。主に愛された弟子って自分のことを抜け抜けというなと感じですけども、いうわけですよね。末っ子タイプでしょう。ところがそのヨハネは、まあ、ちょうど先週やりました、先週かな、先々週からやりましたけども、十字架の時にエス様の下着をつなぎだったんですけども、ヨハネはちょうどですね、その一枚に上から下につながってるバイクに乗る時つなぎってありますね、ああいうような服を着てたんですけど、それをパッと脱ぎ捨ててですね、走れないから脱ぎ捨てて、つまりその結果裸になっちゃったわけですね。主に愛された弟子、裸で逃げる、ね、もうこう情けないですよね。ってことはどういうことかって言ったら、やっぱり彼も相当落ち込んだと思うし、とんでもないなと思ったと思う。弟子の弟子はみんな逃げたわけですね。で、本当に主を愛して従っていったのに逃げたん。ところがその弟子に対してですね、イエス様はマタイの28章で大宣教を与えています、ね、あらゆる国に行って人々を弟子としなさい、父子セロミアってバプテスマを授け、私の教えなさい、いつも私はいつもあなたと共に、でマルコの16章では全世界に行って全ての世界で述べ伝えなさいって大宣教命令で、ここでもその大宣教命令なんですね。で、何を言いたかったら、裏切った弟子たちに飯と使命を与えた。しかも本当に自分で落ち込んでる弟子たちに与えた。で、裏切る前のペテロだったらですね、使命を与えたらですね、使命使命と思ったと思う、ね、あんまり面白くないですね井上君笑ってよ仲間なんだから笑ってくれるとこっちも元気なのか、オンラインの人がですね、失格されるんですよ ね何かというと、ね、ところがこの時はもう、ペテロは裏切ってでしょ。昔だったらね、よく言ってくれたってね、私がしないで誰がするってね、やっぱり神様分かってる、俺がやるんだっていう感じだったと思うんです、本当に昔の井上君みたいにところがこの時ペテロは本当に裏切ってしまって、あんなにイエス様を愛して本気で従いたいと思ったのにできなかった自分、もう、ね、女の人に仲間でしょって言われた、知らないって自分の身を守るために呪いまでかけて誓ってしまった自分が、全世界にあなたを使わすって託してを締めようって言われたら嬉しいですよ、すごく嬉しいけれども、すごく嬉しいけれども、とても自分にはできないっていう思いとあったと思うんですね。神様はまず一つ目はですね、私たちを見捨てないのです。あなたが自分を自分を見捨てても見捨てないのです。以前ですね、私がまだ東京にいた頃ですから、もう26年ぐらい前でしょうかね、結婚してすぐだったんですけれども、東京で、ね、まあ、
福牧師的な仕事をしていたので、まあ、伝道会を任されてやっておりました。でちょっといろんな事情があって伝道会の場所を変えたんで、ちょっと高い場所にで勝手に変えちゃったん。パウロスの確認を取れないで、いろんな事情があって、そしたらですね、パウロ牧師の置かれたことはめったにないんです。その時は本当に怒られたんです、ね、あ、長戸牧師はしょっちゅう叱られるんですけど、私はめったに怒られないんですね。今まで3回ぐらいですね、本気で怒られたの。その1回なんですけど、怒られたんね、みんなの前で怒られたんですね。それでですね、もう処分覚悟でですね、ですぐその場所をキャンセルして変えて、でね、それでもう説教もさせてもらえないと思ったんですね。会社変えて謝りに行って悔やみに行ったんです。そしてね、今後はちゃんとしてくださいって言われてですね、分かりました、でどういうふうに段取りすればいいでしょうかって言ったらですね、はい、じゃあもうすぐキャル君が説教してくださいって言われたんですね。キャル君が説教してくださいって言われたんです。で私は当然ですね、説教はさせてもらえないものだと思ってたんですね。ほいだら場所をちゃんと元に戻してここでやって、でキャル、あなたは説教して責任を持ってちゃんとやってくださいって言われたんですね。でまあ事情があらないで皆さん今キョトンと聞いてますが、その時の私にとってはですね、もう少なくともその全部失ったと思ったら、いやあなたがメッセージをちゃんとしてくださいって言われて、責任はあなたがちゃんと取ってやってくださいって言われた時、すっごく感動したのを覚えてるんですよね。今でもよく覚えてるんですよ。あんだけ言われてね、もうダメだと思ったのにね、ちゃんとそのことに関しては叱られたんだけど、ちゃんと使命を託して任せてくださったんです。その時ね、ものすごく嬉しかったのを覚えてるんですね。人っていうのはですね、女性もそうかもしれません、私特に男性だからかもしれませんが、任されたり委ねられると嬉しいんですね。でこの時ペテロたちはですね、あんだけ裏切ったのにね、イエス様は大宣教命令を与えて使命を託してくれたって、嬉しかったと思います。本当に嬉しかったと思います。だけど嬉しいんだけど、する力がないわけですよ。それはよく分かってるわけですよ。だからイエス様は今のところに行く前に何かというと、4節でエルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。約束を与えたんです。それ何か言ったら、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊のバプテスマを受けるよって。その聖霊のバプテスマは何か言ったら、その時分かってない、聖霊のバプテスマってまだなかったから。そしたら弟子たちが8節で、聖霊があなた方に望まれる、これは聖霊のバプテスマです。聖霊が激しく言い望まれる時、力を受けると、聖霊のバプテスマを受けたら力を受けるんだよって。その力が来ると、エルサレムヘダーとサマリアの伝道及び地の果てにまで私の証人となるよって言われた。でこの証人って言葉は、いつも何度か説教で話しますけど、殉教者と訳される言葉です。だから女の人に仲間だと言われて逃げて怯えて自分を守るために偽りを言ったペテロが、今度はたとえ殺されてもイエス・キリストのことを証ししてするような人に変わるよってことなんですね。だから全く違う、変わるってことなんですね。で殺されてもイエス様のことを喜んで述べてた人に、それぐらい内側が変わるよっていうことを言われたわけです。これね、それぐらい大きな変化が来るってことを言われたんですね。で弟子たちは本当に神様から与えた使命は嬉しかった。でもそんなことは自分できないことは分かっていたので、この聖霊のバプテスマって約束にすがったんですね。でこの約束が来て聖霊の力を受ければ、こんな怯えていた自分でも命がけで下を伝えるような、つまり全く根本から変われるんだって気分を持ったんですね。で今なんですね、本当に根本から自分が、あるいは自分のすごく大切な人が変わってほしいっていう希望を持ってらっしゃるでしょうか。クリスチャンでも諦めてる人は結構いらっしゃいます。まあそれは仕方がないって、人間だからって、まあ、それはクリスチャンではありません。十字架と復活の力を知ったらですね、変わってくるんですね。でこの時弟子たちはできなかったけど、本当に自分たちはそれはできないことを知って、この時弟子たちは教会に一緒に集まってきた。自分にはできないってことを知って集まってきたんですね。そして神に向かってですね、祈ってたんですね。いやいや、こっちで説教していろんな人がいるんですよね。説教の着ながらこう賛美をしてですね眠りを一生懸命耐え忍んでる方とかですね、いろんな方がいらっしゃって、一度変わってみたいというふうに思いますけれどもですね本当に私すいませんねちょっと私今動揺してるんですねですね、いいですか皆さんね、本当に弱さを覚えて、このペトロたちはこう本当に自分力がないということを知った時にですね、初めて集まって祈ったんですね。で実はペトロたちはですね、この前どうだったか、ペトロとヨハネっていうのはですね、初め弟子たちはですね、どっちが偉いかって争っているような人たちだったんです。でこの時一緒に集まってたんですね。なんで集まってたかというと、それまでは自分はできると思っていたので人をも平気で裁けるし、どっちが偉いかって争っていた。でも本当に自分ができないっ
ていうことを認めて弱さを知ったときに、もう自分もダメだと思うし相手も責められなくなったときに、今度は集まって本当に神様にその約束を成就してくださいって、それが来ないと自分はもう変われませんって、でもそれが来たら変われるのならそれを与えてくださいって思ったんですね。そしたら聖霊が本当にやってきたんですね。それがペンテコステなんです。でそっから教会が生み出されて変わったわけなんですね。そっから教会が誕生しました。でそこから聖霊の働きが本格的に教会に始まったんですね。で今長崎教会は25年を迎えました。で新しいことが始まってきていますけれども、人間的な勢いだとか、ね、そういうことではなくて、本当に弱さを知った人間が、でも神様の約束は信じている人たちが集まって神様に本当に求め始めてくるときに神の霊が動き始めるんですね。でその時神の技が始まってまいります、ね、でいろんな方はいろんな形で自分の弱さや自分の足りなさを体験して、あるいは罪深さを知っていると思うんですけど、それをで諦めたり落胆したり、あるいは自分の祈っている人がこう本当にそういう状況の中だったら落胆する人もいるんですけど、そうじゃなくて、だからこそ御川の教会に集まって自分とかお互いじゃなくて神様に期待して神の言葉に期待して祈るときに、勝ってペンテコステが起こったことが私にもあなたにもあなたの愛する人の人生にも起こるんですね。でそこから神の技が始まるんですね。でその時教会っていうのが本当に力を持って動き始まるんですね。でそのことをぜひね覚えてほしいと思うんですね。でもそのためにはですね、実は神様の使命と召しを持ってるからなんです。でもしあなたが自分のために生きたいと思っていたらそんなこと関係ないんですね。でも本当に神と共に歩みたい、神様の人生の自信を生きたいと思ってると、自分たちにはそれができないことに気づいてその時に、始まるんですね。で、皆さんですね、神様あなたが自分のやりたいことをやってもですか、痛まれますけれども呪われたりはしませんよ。でも実はある方に言われました、自分はしもべでないって。でしもべってのは奴隷って意味です。では神のしもべでなかったら、神の奴隷でなかったら、神の奴隷って不自由に聞こえるんですね。その人にはね、でもはっきり申し上げます、神の奴隷でない人は他の何かの奴隷です。自分の奴隷か、罪の奴隷か、会社の奴隷か、人の奴隷か、何かの奴隷です。その人はそれに縛られてますし、いやそんなことはないって言うけど必ず縛られてます。神の奴隷は他の全てから自由になれます。でクリスチャンなのに神の奴隷、神の縛りになることが嫌だっていう人は本当の神様の素晴らしさを知りません。でこれは文句言ってんじゃなくて、私はすごく心が痛いんです、正直言って。私はこの講談でそのことを正しく伝えられなかったって、私は自分を悲しく思います。謝ります。知ってください、私は不十分だったけど神様は本当に素晴らしかったんで、この方のしもべ、この方の奴隷になるってことはいつか不自由じゃない、十字架にまでかかってあなたを命かけて愛してくださった方はあなたを最高に輝かして生かしてくださる。この方の言いなりになることは他の全てのことから自由になることなん、他の全てのことから解放されることなん、自分の罪からも、そして人々からも、どんなことからも。でこれは知っててほしいんですね。で本当に神様のために、ために言うとね、なんか自分を失うんだけど、神のために生きることは自分を失うんだけど実は自分を取り戻すんで、その神の上されてるビジョンで生きてほしい。それは神様の助けなしはできません。それを本当に知った時に人々は神に乗り始める。そこから神の働きが起こるんですね。で弟子たちはその前だって祈ったと思う、自分のためには。でも使命が与えられた時にその使命を果たせない自分を知って、初めてペンテコステの前に神の使命のために本当に殺して乗り始めた。そこから爆発が起こったんですね。だからね、一度しかない人生を神様のために生きてほしいと思う。黙示録の時代がやってまいります。いい加減なクリスチャンは非常に厳しい時代になってまいります。神様に心を定めてください。それが一番素晴らしい方ですね。その中をね、歩んでほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは神様が一人一人例外なく使命や召しを与えてくださっていますけれども、それに気づくことができるように、そしてまたその使命の中に生きることができるように、どうぞ導いてください。そして神と共に歩むことができるように導いてください。その力が自分にないことをよく知っています。
どうぞ御神の教会に集まって神のために生き、また祈ることができるように、そしてその飯の中に歩むことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。イエス様、どうぞ御言葉が正しく伝わっていきますように、神の言葉が人々の魂を捉えていきますように、イエス様よろしくお願いいたします。本当に御言葉によって人々は育まれていきますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。しばらくお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、悔やみの時を持ちましょう。神様言われました。何をしてほしいのですか。あなたの願いと求めを主の前に素直に大胆に出していただきたいと思います。じゃあそれに答えてくださいます。天皇と様一人一人があなたの前に差し出している願いと求めに応えて、一人一人の心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決を豊かに与えてください。伴侶のことで祈っている方がいらっしゃいますけれども、神様はその祈りに応えて言葉をすでにくださっています。その言葉は与えられているんですが、何も変わらないと思っていらっしゃる方います。少しは変わったけど、でもほとんど変わってないと思っていらっしゃる方がいらっしゃいますが、しゃべれます。長い忍耐の時があったことを私は知っています。その忍耐の中で私はあなたを砕き整えてきました。あなたはそれを一番知っている。あなたはそれをもっと感謝しなさい、もっと喜びなさい。なぜなら確かに今時が来て、その約束の成就が動こうとしているからです。あなたはこの自分が主によって変えられたことをこんなに変わったというのじゃなくて、そのことを本当に心から喜んで、そして神様に与えられたその伴侶に対する約束の言葉を、霊的な目で見なさい。これはちょっと戦いが必要です。霊的な目で、ただ言葉で見て、霊的な目で幻を描くようにして見なさい。そしてあなたはそれをはっきり見ることができたとき、それは現れ始めてくると知られます。そのためには祈りが必要です。祈りなさい。私ははっきりあなたに見せようと知られます。悪習慣に縛られた人はいるんですけれども、その方はですね、まず一つ目、悪習慣をやめたいと思っておりません。でも神様はこれから手を入れられます。それがどんなにあなたの人生を悪くしていくかをはっきり示されます。あなたは神の手が入ります。それを喜びなさい。それは神の愛です。その時に今度あなたは神に真剣に求めなさい。神様はなんか人間的な方じゃなくて神の方で、そこからあなたを解放されます。その時にそれをやめるってことを中心に置くんじゃなくて、神様があなたに言っておられることに従っていきなさい。その時にあなたは自由になる。その時に解放されてくると知られます。天皇と様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。イエス・キリストの名によって心と体を癒せよ。腰の痛み、膝の痛み、すんって完全に治れ。なんか家内の大きな何千万という単位の負債を抱えている方がいらっしゃいますけれども、いろんな人のことを考えてあなたはこうやりくりしてきたので失敗しました。そういうことをちょっと横に置いて、本当に神様の前に、いろんな人のことではなくて神様の前に正しく境内を使うってことを心を向けて祈りなさい。その時はっきり心が分かります。あなたは神よりもいろんな人のことを考えてきたので、このまま行くともっと負債が増えて減りません。でも本当に神様の前にちょっと人のことを横に置いてやる時、はっきり神様があなたに示してくださいます。オンラインを見ている方、はっきり主は示されます。その言葉に従う時、不義理になったりする人は何人かいます。それが実はその人に対しても一番早く返済できる、一番早く解決できる道です。人を中心に置かないで神様にしっかり中心に置きなさい。それが実は人に対しても一番誠実に対応できる道です。もうあなたは散々それで失敗して、もう随分長くなって、随分お金が大きくなりました。かなり大きな額になっていますが、神様の前にそれをしなさい。その時そこから逆転が始まります。腰がですね、なんか腰の骨が、腰椎が痛んでいる方はイエス様って言います。腰椎を完全に治れ。耳鳴りがして取れない方、イエス様って言います。耳鳴りを消えてなくなる。5月に働いている偶像礼拝の礼、マリアの礼、完全に断ち切る。御言葉を追ってきた一切の悪の力を完全に打ち砕く。
イエス様ありがとうございます。あなたを豊かな御手を持って導いていってください。イエス様の名前を祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。